問い合わせのあったお客様をお迎えに今ワイキキに向かっているところです。私の YouTube を見てお問い合わせをしてくださいました。ワイキキからアウラニまでの送迎となります。でその後そのお客様をアウラニで降ろした後また空港に戻って別のね日本人のお客様をお迎えに行きます。今日はちょっと忙しいです。私の動画を見て Uber を使ってみようってね思っていただけて本当に嬉しいです。ぜひ実際に使ってみた感想などを教えてください。あと動画とはちょっと違いましたっていうね意見もありましたら教えてください。もしかしたら私がね情報をアップデートできてないところがあるかもしれないのでそれはぜひ教えてください。それでは間もなくお客様のところに着きますのでまた後で登場します。行ってきます。バイバイ。無事別れたので次のお客様をピックアップしに空港に戻ります。アウラにはやっぱりいいですね。もうリゾート感が満載です。ワクワクします。はい、今アウラにから帰ってきました。今日はね2組YouTube からのねお客様をご案内しました。2組のねお客様とも本当にね、いい方たちで YouTube いっぱい見てくださってるみたいでいろんな話をしました。これから通常の、Uber 業務になるんですけれども、先週ですね Uber をやった時に日本人のお客様からリクエストが入って
やったーと思ったんですね。なかなか日本人のお客様と会うことがないので、メッセージがすぐ入りまして、アライバルエリアプリーズって来たんですね。で、気をつけてください、ウーバードライバーはアライバルの方にはお迎えに行けません。ドロップオフはできるんです、降ろすことはできるんです、だけれどもピックアップは2階のライドシェアゾーンって決まっているんですね。ヒルトンと一緒ですね。ヒルトンもそうですよね。ドロップオフはできますけれども、ピックアップはダイヤモンドヘッドタワーっていう決まってるんです。もしアライバルエリアの方でピックアップしてるのをセキュリティに見つかるとチケットが切られてしまいますから、私たちはアライバルの方には行けません。必ず2階の方に行ってください。そしたらですね、ごめんなさい、行けないんですってメッセージを返したら、あ、じゃあキャンセルしますっていうことだったんですけど、せっかく日本人のお客様だと思って嬉しかったんですけど、残念と思ってね。ということで、皆さんもね、空港からウーバー利用するときは、私が紹介した2階のエリアからご乗車ください。よろしくお願いします。すごい、山の上の方までお客さんをドロップオフしました。ハイキングコースだそうです。わー、すごいナイスビューですよ。初めて来ました。車降りて撮影したいと思います。ね、ちょっとね、撮影してみたいと思います。ダイヤモンドヘッドの上が見える。すごい綺麗。お家も可愛い、オレンジの屋根で。Trying to find some peace of mind tonight, I feel so low. はい、今日も一日 Uber が無事終わりました。楽しかったです。今私はトリプラ病院にね、ピンクの病院のところにいます。夕日が沈んで、マジックアワーを待っているところなんですけれども、暗くなるのを待ってちょっと皆様にお見せしようと思います。それではまた来週お目にかかります。 Have a nice weekend! Mahalo! バイバイ。Thank you.